皆さん、こんにちは。ビジュアル系ロックバンド、ザ・ゲイゼット・イー・ガゼットの公式サイトが16日に更新され、ベーシストレータさんが死去したと報告した。公式サイトでは、弊社所属、ザ・ゲイゼット・イーのベーシストレータが令和6年4月15日に永眠いたしました、と報告。いつも温かく応援してくださったファンの皆様、これまでお世話になりました多くの関係者の皆様には生前のご厚意に心より感謝申し上げます。バンドに対し熱い思いで活動をしてきた彼のエネルギーは、決してこれからも変わることなく輝くことと思います、とした。あまりに突然の信じがたい出来事に、所属メンバーや社員は未だ戸惑いの中にあり、この事態を到底受け入れられる状態ではなく悔やみきれない思いであります。しかしながら弊社、ザ・ゲイゼット・イーメンバーにとって、大切な所属アーティストであることに変わりありませんとし、葬儀に関しましてはご親族の意向により、近親者のみで執り行わせていただく予定でおります。心痛な思いにご配慮をいただき、関係者への取材行為や憶測による記事掲載などはご遠慮いただき、温かく見守ってくださることをひとえにお願い申し上げます、とした。レータさんの X、旧ツイッターでの最後の投稿は4月15日の午前3時50分。ザ・ゲイゼット・イーは永遠であってほしいと願うとだけ綴られていた。ビジュアル系ロックバンド、ザ・ゲイゼット・イー・ガゼットの公式サイトが16日、ベーシストレータさんが15日に死去したと発表した。公式サイトでは、弊社所属、ザ・ゲイゼット・イーのベーシストレータが令和6年4月15日に永眠いたしました、と報告。メンバーらの鎮痛の思いを記載した。昨年から音楽界では大物ミュージシャンの訃報が続いている。下半期では7月に日本のロック黎明期から活躍したバンド頭脳警察のボーカルパンタ本名中村春夫さんが肺がんによる呼吸不全と心不全のため73歳で死去。10月にはダンシングオールナイトの大ヒットで知られるモンタ&ブラザーズモンタ吉則本名門田雷鳴さんが大動脈解離で72歳で亡くなった。また、ビジュアル系バンドの草分けのロックバンド、バックティック、バクチクのボーカル、桜井敦史さんはライブ中に体調不良を訴え、救急搬送された病院で息を引き取った。57歳だった。11月には、クジャパンのベーシストのヒース、本名森江博さんが55歳で旅立った。12月には、2003年に解散した、シーミチーグニーファントメンバーで、ミュージシャンの千葉雄介さんが11月26日に死去したことが分かった。千葉さんは昨年4月に食道癌を公表。治療に専念するため休養していたが、所属事務所はこの日、かねてより回復に向けて懸命の治療を続けてまいりましたが、思いかなわず2023年11月26日に家族に見守られ穏やかに息を引き取りました、と伝えた。ネット上では、去年から続くバンドマンの訃報にガチできつい。メンタル崩壊しそう。アキちゃんの時もアッちゃんの時もヒースも千葉も、今年バンドマンの訃報多すぎでしょ。同世代バンドマンの訃報は辛いな。ご冥福をこの世代のバンドマンの訃報はマジできついなどと悲痛な声が上がった。ビジュアル系ロックバンド、ザ・ゲイゼット・イー・ガゼットのベーシストレータさんが、15日に死去したことが分かった。公式サイトが伝えた。突然の別れに、惜しむ声が広がっている。ロックバンド、騎士団のボーカル綾野浩二翔は、訃報を受け、なんだこれ。嘘だと言ってくれ、と悲痛な思いを綴った。人気声優小原莉子も、レータさん、生まれて初めてアーティストで憧れを持った方でした。信じられません。と衝撃を受けた様子。元、電波組、インコーポレーテッドナルセエイミも、ちょっと、信じられない訃報が多すぎる。と投稿。授業中にこっそり鼻に布巻いたなぁとかバンドのツアーやピーカンツアー回ったなぁとかハンガゼや軍服コスしたなぁとか CD 屋さんに勝手にファン交流ノート置いたなぁとか、と振り返り、バンギャルちゃん時代の青春の思い出、と個人を偲んだ。公式サイトでは、弊社所属、ザ・ゲイゼット・イーのベーシストレータが令和6年4月15日に永眠いたしました、と報告。あまりに突然の信じがたい出来事に、所属メンバーや社員は未だ戸惑いの中にあり、この事態を到底受け入れられる状態ではなく悔やみきれない思いであります。しかしながら弊社、ザ・ゲイゼット・イーメンバーにとって、大切な所属アーティストであることに変わりありませんとし、
葬儀に関しましてはご親族の意向により、近親者のみで執り行わせていただく予定でおります。心痛な思いにご配慮をいただき、関係者への取材行為や憶測による記事掲載などはご遠慮いただき、温かく見守ってくださることをひとえにお願い申し上げます、とした。麗太さんの X、旧ツイッターでの最後の投稿は4月15日の午前3時50分。ザゲーゼットイーは永遠であってほしいと願うとだけ綴られていた。ビジュアル系ロックバンド、ザゲーゼットイー、ガゼットの公式サイトが16日、ベーシスト麗太さんが15日に死去したと発表した。公式サイトでは、弊社所属、ザゲーゼットイーのベーシスト麗太が令和6年4月15日に永眠いたしました、と報告。メンバーらの鎮痛の思いを記載した。X、旧ツイッターでの最後の投稿は4月15日の午前3時50分。ザゲーゼットイーは永遠であってほしいと願うとだけ綴られていた。訃報が発表後、ファンらからコメント欄に追悼が書き込まれた。これが最後のツイートになってしまうなんて、麗太を来てくれ、悪い夢なんですよね。嘘ですよね。また戻ってきてくれますよね。嘘って言ってほしい、嘘だと言ってください。どうしたら、信じたくないです、などと悲しみのコメントが相次いだ。ビジュアル系ロックバンド、ザゲーゼットイーガゼットの公式サイトが16日に更新され、ベーシストの麗太さんが15日に死去したことを報告した。皆様へ大切なお知らせ、と題した文章をアップ。ザゲーゼットイーを応援してくださっている皆様に謹んでご報告いたします。弊社所属、ザゲーゼットイーのベーシスト麗太が令和6年4月15日に永眠いたしました、と伝えた。いつも温かく応援してくださったファンの皆様、これまでお世話になりました多くの関係者の皆様には生前のご厚意に心より感謝申し上げますと綴り、バンドに対し熱い思いで活動をしてきた彼のエネルギーは、決してこれからも変わることなく輝くことと思いますと記した。続けて、あまりに突然の信じがたい出来事に、所属メンバーや社員は未だ戸惑いの中にあり、この事態を到底受け入れられる状態ではなく悔やみきれない思いであります、と周囲の混乱を明かす。しかしながら弊社、ザゲーゼットイーメンバーにとって、大切な所属アーティストであることに変わりありません、とし、葬儀に関しましてはご親族の意向により、近親者のみで執り行わせていただく予定でおります。心痛な思いにご配慮をいただき、関係者への取材行為や憶測による記事掲載などはご遠慮いただき、温かく見守ってくださることをひとえにお願い申し上げます、と伝えた。ビジュアル系ロックバンド、ザゲーゼットイー、ガゼットのベーシスト、麗太さんが15日に亡くなったことが16日、同バンドの公式サイトで発表された。サイトでは、ザゲーゼットイーを応援してくださっている皆様に謹んでご報告いたします。弊社所属、ザゲーゼットイーのベーシスト麗太が令和6年4月15日に永眠いたしました。いつも温かく応援してくださったファンの皆様、これまでお世話になりました多くの関係者の皆様には生前のご厚意に心より感謝申し上げます、と伝えた。バンドに対し熱い思いで活動をしてきた彼のエネルギーは、決してこれからも変わることなく輝くことと思います。あまりに突然の信じがたい出来事に、所属メンバーや社員は未だ戸惑いの中にあり、この事態を到底受け入れられる状態ではなく悔やみきれない思いであります。しかしながら弊社、ザゲーゼットイーメンバーにとって、大切な所属アーティストであることに変わりありませんと麗太さんへの思いを綴り、葬儀に関しましてはご親族の意向により、近親者のみで執り行わせていただく予定でおります。心痛な思いにご配慮をいただき、関係者への取材行為や憶測による記事掲載などはご遠慮いただき、温かく見守ってくださることをひとえにお願い申し上げます、と呼びかけた。麗太さんは亡くなった当日の15日、X、旧ツイッターを更新。午前3時50分の投稿で、ザゲーゼットイーは永遠であってほしいと願う、と綴っていた。同バンドは2002年、結成。05年、メジャーデビュー。アニメ、黒執事のオープニング曲、シバーなどで知られる。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。